台風一過、9月3日、今日は過ごしやすい日になりましたから、冷たい麺シリーズはちょっとお休みして、卵炒めシリーズに戻りたいと思います。福流さん、入ってみたいと思います。卵炒めは味噌、台湾、カニ玉、天津飯、天津麺と食べてきましたから、今日はニラ玉にしたいと思います。ニラ卵炒めランチ。大きなニラ玉と大きな唐揚げ3個と丼ご飯とスープ付きで780円。コスパがいいですね。いただきます。
ごちそうさまでした。完食しました。ご飯がちょっと残りましたけど、もうお腹はいっぱいです。ニラ玉は、ニラ玉というのは卵、ニラ卵炒め、卵焼きでした。美味しかったです。